ミランのスウェーデン代表 FW、ズラタン・イブ・ヒモビッチは4ヶ月ぶりの復帰戦となったミ・デイキナリのゴールを挙げ、改めて健在ぶりアピールした。次は、チャンピオンズリーグ、CL で記録を達成できるチャンスもありそうだ。今、ズンの欧州サッカーはダゾーンで、いつでもどこで簡単視聴。1ヶ月無料お試し実施中、イブラヒモビッチは、現地時間12日に行われたセリエ A 第3節の次予選に交代出場すると、そのわずか7分後、スルーパスを受けて、今季初ゴールを記録。昨、終盤の5月に負傷して、以来初めての公式戦で、だったが、すぐに結果を出してみせた。ミラン、次の試合は15日に、アウェーで行われる CL グループ、ステージ初戦のリバプール戦。ミランにとは8年ぶりの復帰となる、欧州最高峰の舞台で、イブラヒモビッチ自身もマンチェスター、ユナイテッドに所属していた2017年以来4年ぶり、CL の舞台に立つことになる。リバプール戦の時、で39歳347日となる、イブラヒモビッチは、今季の CL で、ルを決めれば、大会最年長ゴール記録をさら、することができる。グループステージ第3節も、での得点なら史上初めて CL でゴールを挙げた、40、選手にもなる。現時点で、CL の最年長ゴール記録、なっているのは、元ローマのフランチェスコ・トッティ氏が2014年に記録した38歳59日。前身の大会、含めても1960年に、アヤックスのウィリー・オルン氏が記録した39歳218日が、最年長であり、すでに、ブラヒモビッチはこの年齢を上回っている。ランは CL で、リバプールの他にアトレティコ、ドリード、ポルトと同居するという厳しいグループに入っている。決勝トーナメント進出を足すためにもイブラヒモビッチのゴールが要とされそうだ。両。Thank you.